ね、おはようございます。さあ起きちゃう。なんかしよう。なんか減ったな。今日はね、たこ焼きをいつ食べるかやな。夜たこ焼きにするか昼たこ焼きにするか。20個分、直径4センチのたこ焼き20個分で、たこ焼き粉が 100g、 卵1個、水 300cc、 たこ 40g、 あといろいろ100、うん、そうか、よし、これで これこう、うん、いけるかな。やってみたいと思います。こんな感じじゃないかい。なんかたこ焼き屋さんこうやってるやん。たこ焼き屋さんみたいにはできひんけど。よし。いや、家ではよくやるんやね。大阪人たこ焼き好きやから。粉もん大好きやもん。お好み焼きやったりでしょ。うん。こんな感じ。撮影の関係上左利き。1回分ちょうどやな。ちょうどやったな。お外でやってる割にはええ感じじゃない。ほら、ちゃんとたこ焼きになったぞ。ほら、ちょっとこが硬かったような気がする。固まるのが早すぎた。うん、うまいことできてん。ほら、もうええかな、ほんまに。
にゃいしょー、しょしゅしょす。まよ、まよ、まよ。ずり節。かつお節と、おのり、あのり。おお、きれい、色鮮やか。よし、できた。どうよこれ、美味しそうじゃない。ちょっとちょっと、はい、できたよ。どう、たこ焼き。あ、青のりの匂いがしてるわ。ではいただきたいと思います。うん、うまい、あのね、宮崎からこんな可愛いじゃがいもいっぱいなんかもらったのね。なので、これの、これここにオリーブオイルと塩入れて、焼いていきたいと思います。じゃがいものオリーブオイル塩やね。ではやっていきたいと思います。美味しそう。瀬戸内海の藻塩ね、藻塩。はい、できたかなって感じ。美味しそう。ホクホクっぽい。いや、これうまいな。熱そう。いただきます。見にくい。うまっ。結構夜は冷え込みましたね。そんなにいかへんかなと思ったら2度、危ない6度。今こんな感じでも暑い。だいぶ収まってきましたけどね。暑いわ。風呂行ってた。風呂シャワーですよね。ファットウッド、これファットウッドね。松屋にの匂いがしてるわ。ファットウッドなんですけども、
ファットウッドだけで火つくのか、ちょっとやってみたいと思います。これ1個持ってたら 火はつけれるわけだ。こんな予算いらんだ。もったいないよな。そんなに手に入るもんじゃないからな。素晴らしい。ファットフット買ってみました。600g で1200円。奥琵琶湖キャンプ場 の受付に置いてますわ。これはもらったんですけどね、前回の時に。で、1回使ってみてくださいということで、ありがとうございます。で、今日ちょっと買わせていただきました。600g1200円。こんだけやったら一生分ぐらいありそうやね。すげえ。でもね、やっぱり火付け道具はこれがいいね。なんか火つけてるって感じがするもんね。どう？このセット。これで火はつくからね。お、楽しい。朝菜はチャークロス、白樺の樹皮で、火打ち金、火打ち石、これ一つの袋に入ってるから、これ自分で作ったやつ ね。ここに全部入ってるから、これ1個持っていけば。はい、それではね、ちょっと小腹が空いたので、この豚、なんやろ、アメリカ産豚ロース焼肉、これを焼いてちょっと食べたいと思います。それではね、スウェーデンの国民食、ハッセルバックポテトっていうのを作ってみたいと思います。じゃがいももらったんでね、やろっかなと思って。結構難しいのよ。あ、来てもた。いきなりミスってるやんけ。でもこれが何とも言えん。おいよ、こんな感じで挟めてみて、ここにチーズを挟んでいきます。そう、よし、こんな感じで、これを火にくべ。
さげな感じ。ちょっと黒いけど、まあこれはしょうがないな。オーブンじゃないからこんな感じ。はい、それでは食べたいと思います。さあどんなお味でしょうか。わあ綺麗に仕上がってるわ。このままいった方が早いよね。わあわ、中がホクホクや。ほらめっちゃ綺麗でしょ。じゃあちょっといただきます。ほほほ、チーズも入ってトロトロや。うん、ゴリゴリ感もなくちょうどぐらいかね。うまうまいですよ。ハッセルバックポテト。すごいね。素晴らしい。3、3つぐらい分けようかな。こんな感じでどうや。よし。うわ、大きそう。ちょっと見てみよう。いい感じやん。うん、炊けた炊けた炊けたので、ちょっとお肉焼いていきたいと思います。あーすげー。せーの。これはうまいぞで今日はプロセスパイスじゃなくて珍しくステーキソース。これモランボンのやつなのね。モランボンといえばジャンなんですけどね、焼肉じゃないからこのステーキのソースを買ってみました。おい、玉ねぎベースみたいやから入れてみたけどこんな感じドロドロっとしてますね。よし、ではいただきます。よいしょ。うわすげえ、かぶりつきやでこれ。はい、それではいただきます。まあ、口の中で溶けてなくなる。あ、このタレ美味しい、ね。美味しいですわ。では最後は盛大に行きましょう。うわー、これ結構燃えたら熱いぞ。こんだけ積んだらいつもの3倍4倍ぐらい積んでるなケチってケチってケチっていつも吸やるからね。みんなおるで。待って、待って、待って、よし、OK、大変、幕内にこもります。おお、元気元気。おはようございます。それでは片付けて帰ります。さあ片付けるぞ。一時撤収ぐらいかな。ではる直前になんですけど、椅子は持ってきてるのね。コージーチェア。どうすんの？あ、楽やな。向こう行く。
あ、やっと片付いた。さあ、インナー外していきたいと思います。それでは綺麗に片付きました。さあ帰るぞ。もう帰るよ。もう12時頃かな。よし。はいよ。はいどうぞ。ここ行って。行ってほら。はい、それでは皆さんお疲れ様でした。